スペースモンキーズ TV。 おはようございます、スペースモンキーズ TV のあさるです。さあ、今日朝一川口湖来てます。スペモン史上最速ではなかろうか、今時間に知らんと5時46分朝一。これはね、歴史的快挙ですよ。スペモンがこんなに朝早く私が川口湖に入ることはね、過去ありませんでした。さあね、早速やっていきましょう。さあ今日はですね、これですよ。ガンティアをね、主体にガンガン投げていって、まあ今朝一いい時間なんで、ちょっとトップの方もやっていこうかなと。このルアーはレイドジャパンの、これは2サイドか、これをねやっていこうかなと思います。今ね、ポンプ小屋のスイッチが入れられて流れができ始めたんで、これ熱くなるんじゃないかと思います。さあやっていきましょう。はい、それではガンティア投げ倒していきましょう。自分の自宅のね、水槽でね、どんな感じになるかとかね、沈み具合はどうかって調べたんですけど、あの時浮きましたよね。でも実際はやっぱスローシンキングでゆっくり沈んでいくタイプのルアーでした。まあ本当に誤解を与えてしまったかもしれないですけど、やっぱり気圧の変化とか、あと水温の関係にもよりきり、まあ浮いてしまったっていうことになっちゃったんですけど、元来はやっぱりゆっくり沈みますね。スーッとゆっくり沈む感じのサスペンドタイプのルアーでした。じゃあ投げ倒していきましょう。結構下がここね、サンド、まあ、砂なんですよね。で、上の方で表層でもね、バスが結構軽くボイルしたりしてるんで、ちょっとここ静かですけど、ちょっと粘ってみようかなと思います。やっぱりこちら、ガンティア、こちらのまずただ巻きゆっくり表層の方を引いてきて、で、ここサンドなんでね、もうボトムにつけてもちょっと安心感はあるんで、まあ、ちょっとステイさせて、で、来たらこうトゥイッチ入れて首振りターンして、ちょっとバビューンでやってみようかなと。まあちょっと静かな釣りになっちゃいますけど、ちょっと集中します。いやー、今ステイさせてて、巻いてステイさせて、巻いてステイさせてしたら、もうチェイスしてきたんですよ。で、止めといて、まあじーっと睨んでトゥイッチ入れたら、ちょっと違うなっつって逃げちゃった。でもなんか結構ここら辺回遊してるやつが何匹かいるから、もうちょっと粘ります。なんだろうね、トリガースイッチ、バイトトリガーが見つからん。フィネスでやった方が釣れるんだとは思うけど、でもこの集魚力は半端ないね、ガンティアの。ここら辺の反転流にめっちゃバス溜まってます。まあここが最後のポイントになりそうですね。もう時間切れでございます。ですね、午前中いっぱいだけやりましたけど、これね、今日は投げ倒しましたけど、とりあえずバイトなし、頑張りましょう。ガンティアとは全く関係ないんですけど、ここに一匹バスを発見、見えるでしょうか。これですね、そんなに大きくないですけど、ちょっとトップで釣ってみましょうか。いきますよ。ガンティアとは全くしても見つかないバスを発見しました。このこれですよ、2サイドで食うかどうか。全く今日関係のないもので、関係のないバスを釣ることになるのか。それでもいいよ、ぶっちゃけ。
見た見た、くそー楽しいこっちの方が面白い。ちょっと時間を置いてもう少しだったらやりましょう。ベッドミノーの小さいのでもう一回トライ。これを木に引っ掛けて虫のようにしてやろうかなと。吸い込みが弱えんすよ、吸い込みがチュポッて心臓に悪いっすね。しかもダブルフックなんすよこれ。これね、スプリットショット用に作ったダブルフックなんでね、腹筋が悪い。もうちょい時間あけよ、もうちょい時間あけよ今日なんかガンティアの動画撮りに来たのになんでこんなことやってんだって話よこれ投げれるかな、コントロール効かねえだろうな。お、いいとこ入った。来た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 。くえ、くえ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 。ついてくるだけついてきて。決め手がわかんない。決め手がわかんない。くそ。どうすりゃいいんだ。これもうウィードにかけてハンゴフした瞬間にしか食わせられないですね。俺も食った。そうすると食った。俺も食った。もうかくなる上は16ポンドにスモラバですよ。いきますよ。ちょっと俺が焦りすぎてもっと送ればいいかな。よし、はい、いかがだったでしょうか。本日はこれにて終了。次の動画で会いましょう。エンジョイ YouTube& 全く関係ない締めになりました。バイ。